ちは。今日はお母さんとコストコに行ったので、購入品をいろいろ紹介したいと思います。大量に買ってきました。まずはじめに、シュリンプ&ホタテチョレギサラダ、1180円。はい、こんな感じでね、エビとホタテがたっぷり入ったサラダです。これもう最高に美味しい。それはね、定番ね。そう、絶対買うやつ。あと、寿司ファミリー48貫。はい、どうぞ。はい、これもね、前回買ったものなんですけど、ね、見て凍ってるね。これすごい威力だね。ドライアイスすごいね。ほらこれも、あのね、コストコに1袋50円でドライアイスあるので、これで忘れたって方でも安心して大丈夫です。こんなにすごいんだこれ。はい、こんな感じでいろんなネタが入ってます。もうね、ネタが分厚くて、コストコのお寿司大好きです。お値段が2678円。こんな感じです。次、ペーパータオル2598円。はい、 このね、ペーパータオル、これもね、行ったら毎回買います。12ロール入ってて、ほんとね、水に強くって破れにくいから、これもおすすめです。次、ガーリックノッツ798円。何それ。多分これだ。このね、常温で売られているパンなんですけど、これはね、また別の動画で撮ろうと思います。こんな感じの箱に入ってて、ガーリックパンが焼けます。お値段798円です。はい、これもね、必ず買いますね。9種類の香りが楽しめて72錠入ってます。お値段が1968円です。はい、これゴールド96個入りで、ストアクーポンで250円引きされてるから1430円ぐらいで買えました。これです。今回ね、お菓子をお姉ちゃんに頼まれていろいろ買いました。ほろほろ焼き54枚入って988円で、一つ一つね、小袋に入ってて分かれてるので、988円って多分安いんだよね、54枚入ってね、うん、それの値段がちょっと分からないけど、まあ安いんだろう。はい、これを買いました。さつまいも&ビーツチップス770円。はい、それハードバイトの商品なんですけど、さつまいもとビートが使われてるチップスみたいで、これもね、また別の動画で撮ろうと思います。ポークパティーズっていうのかな、1498円。これもね、お姉ちゃんに頼まれました。なんかね、サイト見たらすごい良かったっていう。ハンバーガー、それはハンバーガーにさ、挟むさ、あー、はい、パティのポークだから豚さん、あ、照り焼きマックバーガーとかの感じで柔らかい。ビーフじゃない、ポークなのね。うん、ポークって書いてあったよね。だいたい1キロぐらい入ってます。これ冷凍商品です。はい、むきエビ1898円。あ、なんかこれ大きいエビだよね。あ、ほんとだ、なんかいつもより大きい感じにしない？大きい感じがするね。こんな感じで尻尾がね、いつもついてないか。あ、ついてるの買っちゃったんだ。あー、間違った。でもいいんでしょうがない、しょうがないね。今回買ったのは尻尾がついてるバージョンなんですけど、ついてないのが欲しかったんですけど、ついてるの買っちゃった。でもね、大きい、ついてる方が大きい感じがして、まあ、しょうがないということで、はい、しょうがないということでこれを買いました。次、ブルボンアルフォート808円。はい、これは 775g 入ってて、いつものミルクチョコとリッチミルクチョコ2種類入ってるものです。はい、アンガスビーフパイ998円。これね、また別の動画で撮ろうと思うんですけど、口コミ見たらね、かなり美味しいみたいなので買いました。こんな感じです。次、ブロッコリー858円。はい、これも我が家の定番です。こんなにね、たっぷり入って858円って安いよね。安い、すっごい安いと思う。だいたい2キロぐらい入ってます。すごいたっぷりです。次、ティラミス、はい、1380円。これはね、この前食べてるとこ取れなかったんですけど、お姉ちゃんにね、お裾分けした時に最高に美味しかったみたいなので頼まれました。本当に美味しい、リニューアルされてさらに美味しくなったみたいです。前のもの知らないけど本当に美味しかった。何キロ入ってるは書いてないけど、こんなに大きいです。次、スイスロール991円。はい、これこの前ね、そう、これね、迷ったティラミスかこれか迷ってようやくです。そうなんです、そうなんです。このね、米粉のスイスロール、ココア生地とね、2種類入ってて、2本入りで988円。安くない？だって
この大きさよ。そういうことよね。こんな感じね、ちょっと光っちゃってるけど、クリームがたっぷり入ってます。シェルインストロベリー985円。はい、これ20個入りでね、ずっと気になっててようやく買うことができました。何、チーズなの？レアチーズケーキみたいな感じなんじゃないのかなって思ってる。ローリのスナックって何？ローリのスナックってローリのスナックって何？これスナックなの？あ、これこれのことだと。そう、これね、スナックって書いてあるからお菓子かと思っちゃうのね。ね、間違っちゃったね。これね、試食であったんですけど、チーズにね、生ハムが巻いてあります。こんな感じでね、すっごい美味しかったの。15本入ってるって書いてある。これね、本当ね、ちょっと食べただけだけど、もうワインも飲みたくなっちゃうし、お酒のおつまみにぴったりです。はい、サーモン塩辛、これもリピート商品です。はい、968円です。968円。これはね、お姉ちゃんに頼まれたんですけど、きっと最高だったんだろうね。美味しかったんだろうね。また買ってきてっていうぐらいだから最高だったんだと思います。サーモンの塩辛なんだけど、イクラも入ってるみたい。親子だね。親子だね。これね、美味しいみたいです。リンツリンドールシルバーリンツリンドール、もう大好きな商品。1738円。これね、ほんとね、このシルバーのずっと求めてて、もはやこれ目的で私は今回コストコに行きました。これはね、また別の動画で撮りたいと思います。ストロベリーチョコレート、はい、はい、1398円。これもね、あの一つ一つ袋に分けられていて、いちごホワイトチョコレート、いちごストロベリーチョコレート、いちごミルクチョコレートって分かれてます。これね、すごい美味しそうです。次、キララチーズのり巻き、1498円。はい、キララチーズのり巻き、これはね、555g たっぷり入ってます。おやつにぴったりですね。はい、ポテトチップス、チーズ、はい、698円。これもね、新商品かな、初めて見た商品なんですけど、カマンベールチーズのね、ポテトチップスで、すごい美味しそうだったので買いました。これも別の動画で撮ります。ロチサリーチキン、699円。コストコといえばのこのね、5本の指ぐらいに上がるぐらい有名だと思うんですけど。あ、そうなの？うん、チキンは多分コストコ有名ですよね。これもね、お昼ご飯に食べたいと思います。それ初めてだね、買ったのね。焼肉さんちのパーティーの時に食べたけど。あ、そこ忘れたの。自分たちで買ったのは初めてかもしれない。これがね、何グラムではね、書いてないんですけど、かなり重い、丸ごとです。終わりかな。うん、ディナロール、あ、458円。はい、コストコの定番中の定番、ディナーロール36個入ってます。36個入って500円以下。しかもね、美味しいのね。通販の人みたいだね。通販の人みたいだね。500円。なんとさらにはこれはね、またね、冷凍もできるし、かなり便利だと思います。はい、これで買ったものは全部紹介したかな。うん、終わりです。この後ね、食べる編を撮りたいと思います。ちょっとね、大雑把な説明しかしなかったんですけど、もう全部ね、魅力的な商品ばかりなので、今こんな時期でね、出歩くって言っても気をつけなきゃいけないことたくさんあると思うんですけど、しっかり対策してお出かけしてください。してくださいっていうのも変だけど。でも高速道路は混んでましたね。そうだね、高速道路混んでました。3連休最初の土曜日なんですけど、まあね、このコロナと共に生きていかなきゃいけないから、自分でできる対策をしっかりしてれば防げることだと思うので、皆様気をつけながら楽しみましょう。購入編はこの辺で終わりにしたいと思います。さいな。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ